はい、どうもこんにちは。ガノです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、まあ、昨日からね、こちら開催されている、プリンセススカウトですね。イロハスちゃんの、まあ、UR が来たと。ということで、あとね、つばきちゃんね。はい。でね、まあ、これ昨日ね、まあ、これ見ての通りおはがちゃ回したんですけど、これね、やらかしまして、僕。やらかしたんですよ。はい。内野手。内野手で、どこかな、はい、こちら。いや、僕ね、その、おはがちゃは動画とかには収めないんで、まあね、動画界でね、まあ、毎回毎回弾いてるんですけど、弾く？いや、最近おはがちゃがね、良すぎるんすよ。はい。もうね、なんかもう生命の危機を感じてますよ。で、この辺、朝ちゃんとかも、この辺に2枚当ててますし、何気にね。はい。で、あとね、まあ、あと UR つくもパイセンだとか、あと、なんだ、あかねちゃんの UR。まあね、ガチャ150連ね、動画出しましたけど、これ見ての通り、一突してますよね。これね、これもおはがちゃです。いや、ね、完全にやらかしてるわ。はい。ということで、肝心の、狙いの椿ちゃんが出ずっていう感じですね。これぞ物欲センサーってやつですね。はい。僕が欲しいのはこっちです。こっち。でね、ちゃんと見てないんですよ。はい。で、まあ、ミート3400、パワー4000、走力3200、守備3000。まあ、守備走力が低いって感じですね。まあ、花属性の、まあ、特徴ではありますけどね。うん、なんかパワーヒッター系のね。はい。で、まあ、爆裂フルスイング。自身のパワーが超絶上昇、ミートが抜群に上昇、走力が上昇って感じ。まあね、試合としてはそんなにって感じですね。やっぱり。うん。まあね、セカンド持ってなければ、まあまあまあって感じかな。うん。で、まあ、爆裂の非容疑とか持ってたりとかも、まあして、まあ普通ですね。はい。で、まあ、才能の方も、まあまあまあ、一応、まあ、地味にデバフ持ってたりとかもしますけどね。はい。で、まあね、僕ね、これ、ライバル校選手の中でも一番好きなので、めちゃくちゃ欲しいです。で、これね、昨日もうね、やらかした、イロハスちゃんね。で、まあ、守備がね、ちょっと届いてないと、基礎ステータスでは。まあ、この辺はね、信頼ランク上げたりとか、して、まあ、したりとか、あと、ステリンクとか上げたりとかして、で、行く感じ。で、まあ、あとは FB 革命の非容疑とか、まあ、シンデレラハーモニーの兼ね合いもあって、まあ、この辺も持ってたりとかはしますね。はい。で、あと、パワーが究極上昇。で、走力大きく上昇、ホームラン率がわずかに上昇というような感じですね。で、UR のスキル、メンバーリンクは、ヒイラギちゃんでしたね。はい。まあ、ヒイラギちゃんって言ったら、まあ、お尻ヒイラギちゃんとかがいいのかな。はい。で、まあ、僕ね、これ当てたわけなんですけど、ラーメンイオハちゃん持ってないんで、やっぱりね、そっちつけたいんですよね。総力の、全体バフ。まあ、総力の全体バフもつけるしかないんですけどね。まあ、あれもあれでね、まあ一応全体、優秀な全体バフなので、まあね、僕がつけるとすれば、まあ、そっちかなって感じ。うん。ただね、僕今、アカネちゃん育ててるんで、まあ、イロハスちゃんは、まあ、後回しですね。はい。とりあえず、こっちです、こっち。はい。ということでね、まあ、引いていきましょう。まあ、UR はね、まあ、100連からが本番なんですけど、抱き合わせの方は 1.75 なので、まあ、全然100連以内にね、ワンチャンあるんで、まあ、ね、そのワンチャンにかけて、出てくれればいいかなと、思います。さあ、行きましょう。10連目です。はい、10連目は、夕方スタートですね。夕方終わり。で、からの、そこから変化はあるのかないのかというところで変化する。さあ、ワンチャンあるよ。ワンチャンあるよ。つばきちゃんの、シルエットが、来れば、確定です。はい。で、ヒイラギちゃん。いきなり、すり抜けこれ何？あ、これね。はい。一突ですね。はい。いきなりすり抜け。いきなり、開けて落とされたパターンですね。はい。さあ、はい。で、はい、花山ちゃんで、で、長井ちゃん。で、あかねちゃんで、おー、来たー上げて下げて上げるパターンが、やってきました。来たー
いや、かわいい。いや、かわいい、かわいい、かわいい。抱かしてくれ、本当に。いや、もう、椿ちゃんの命令とあらば、もう、靴底でもバトルも何でも舐めるでござんす。いや、キモくね。キモくね。いや、いつもか。はい。いや、ありがとうございます。いやー、マジか。いや、SSR もう、ヒイラギちゃん来た時点で、ああ、終わったってなったんですけど。いや、10連で来る？あ、そう。はい。まあ、まあ、いろはすちゃん単発で率いの、まあ、10連で、しっかり椿ちゃん率いので。いや、最高ですね、マジで。はい。で、いつ見ても、光月のユニフォームはエロい。いや、ありがとうございます、本当に。はい。もうね、昨日っていうか、まあ、日付変わってからのいろはすちゃんからの椿ちゃん。ありがとうございます。あざす、あざす、あざす。はい。で、千葉さんでね。はい、千葉さんで、本庄さん、本庄さんの UR はいつ来る？ね、はい。で、野崎ちゃんね。はい。野崎ちゃんもね、待ってる方いらっしゃいますよね、UR ね。はい。で、ゆかりんですね。はい、もうね、引く必要ありません。はははいや、SSR、ひいらぎちゃん。夜演出で上げてからの SSR のヒイラギちゃんのすり抜けで下げてからの、椿ちゃんです。いやー、よかったよかったよかった。めっちゃいいな、めっちゃいいな、めっちゃいいな。いやー、まあね、野手の、まあもう元々は投手の、まあ専門のキャラクターなのに、まあ野手のカードということで、で、この辺のね、なんか椿ちゃんを、なんか使って、なんか対決企画みたいなのもね、せっかくだからやりたいですよね。はい。せっかくの野手なので、投手と野手で勝負させるというのはちょっとお話にならないので、こっちはね、もう投手に、特化したような、もう完全にスキルだとかそういう構成になってますんで、まあね、ぜひ誰かとね、対決企画、なんか夢の対決やりたいですね。はい。ということで、今日は、まあね、引いたわけなんですけども、これね、はい。まあ、引いた方、まあ、昨日ね、報告してくださった方もね、何人かいましたけど、はい。まあ、イロハスちゃんを、まあ、引けた人、引けなかった人とか、まあ、いますけど、僕はイロハスちゃんは出ても出なくてもどっちでもよかった。もうこれ、もう椿ちゃん一点狙いですから。はい。それをね、まさか10連で射止めるとは思わなかった。はい。ということで、今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。